皆さん、こんにちは。妙流寺住職の水野です。ご縁に感謝いたします。この動画を見ていただきましてありがとうございます。えー、当時は私で4代目にあたりますが、えー、初代の時代よりですね、えー、目には見えない世界のことでお困りの方のお手伝いをさせていただいております。 原因不明の病気やですね長引く精神疾患そして人には話してもですねなかなか理解していただくことができないようなお悩みをお抱えの方のお手伝いをさせていただいております、えー、そういったねお悩みで悩まれている方がねいらっしゃいましたら是非一度、えー、当人に連絡してくださいきっとお力になります